カホ、お猿とか、あゆゆ、ああ、の湯に天白 M 光ラム、ユータンオプポニョミ花も夜直し。どういうことって俺が聞きたいんだけど。ラビ、上松、柴犬、アテント、ユーミン、ハル、ラン。ねえ、あのキスしたふりと、あの手、ソファーに手回してたのがダメだったの。いや、待たないでしょ、だって。普通に考えてみよう。俺今日夕方俺どこに電話してたの。俺家解約してさ、車も売ろうとしてさ、あの同棲しようとしてたんだよ。で俺もちょっとまあ配慮なかったかもしれないけど、そんなんで急にさ、あの別れるって言われてみ、俺どうするの、家もないし。やばくない、ちょっと。俺一番傷つくんだよ、別れるって言われると。いや俺もムカついて言っちゃうことあるけど、俺もさ、まあ解約はギリギリ間に合うけど、明日電話すれば。いや俺まずリカピーに俺腕回してるっつっても、ソファーに腕回してたから触ってない、触れてない一切。よく考えてみ、ユイガの彼女、ユイガ目の前にいるんだよ。ユイガが目の前にいてさ、なんかしたらさ、俺だってユイガと揉めるんだから、そんなことするわけないじゃん。ちょっとキスする口みたいなしただけでしょ、ちょっと冗談ね。しかもまず俺座ってないからね、あの俺席を動いてないから、俺の席に来たんだよ。俺がなんか喜んでなんかさ行ったわけじゃないじゃん。うん、姫ちゃんズにも同じ体勢、あれ男でも俺手回すんだよ。あれキャバクラ座りっていうの、あれ触れてないんだけどね。全く動いてないじゃん俺。うん、まあそんなことって言ったらね、彼女の気持ちもあるけど、もう別れろって言われたらな。うん、あの体勢ほんと楽なんだよ。この画像何、気持ち悪い。あとね、もう一つ、あの鳩が来るどうのこうのって、配信者同士付き合ったら当たり前のことだからさ、そんなのは。俺だって放送してる時にさ、ねえくるちゃんが男のリスナーとオンラインでゲームしてるよとか、鳩来るじゃん。浮気してるよとかさ、イベント中に。俺が名古屋にいる時にさ、浮気してるよとかいっぱいハト来るよ。そんなのさ、付き合う前からさ予想できるじゃん、そんなことなんて。それに関してガタガタ言われてもね。うん、いやそんなに頭悪いと思わなかったわ。配信者同士が付き合うってそういうことじゃん。お互いのやっぱハトとかいてしまうよ、どうしても。で2人で別々に放送するっていう、そういう話し合いのもとにさ、別々に放送してたらハトぐらい飛ぶよ。あ、今も向かってるよ、歩いて。酒も飲まずにさ、俺一切酒飲んでなかったでしょ、あれシャンパンもさ。
さっき聞いててもうほんと嫌だったのが、今日も大して稼いでないんでしょうとかって、俺さ40発ぐらいもらってるんだよ、あれ放送する前に40発、みんなにさ、で自分でさあのね美容院行ったりしてさ、一人で閲覧沸かしてたじゃん。誰がさお前女だよりなんだよ。一人で放送してなかった今日。大して閲覧変わってないけど、キャスバ行ってからあんな沸かせ方ってさ、簡単に言うけど、一人でも最近放送頑張ってるつもりなんだけど、一緒に行くって言ったよ俺、一緒に行くって、もう一人で行ってきたらって。つかリカピーは普通に同い年でも普通に友達みたいしか思ってないよ、うん、だから今日はまあ女の子と絡んだけど、そういう約束をしてコラボみたいなのもしてなかったしね、うん、見る顔まあ似合うぐらいするんじゃないの別に、うん、だからまあ荷物置いてあるんでしょ、うん、だからまあ持って、あどうしようかな、酒飲みてえわ、酒飲みてえ、まあもう酒飲もうかな、酒飲みてえわ。でまあもうめんどくさいがタクシー乗ってさ新宿行ってさ、もうキャスバ行って弾けようかな、もうだって俺が振られたんでしょ。いや話し合いする前にじゃあ別れようって言ったの誰じゃん。話し合いする前にさ急に自分の枠でさ、なんかくるちゃんが泣いてるって言われても俺さ帰ろうと思ってさ、で枠終わってつか店出てさ枠切ったらさもう別れたいとか言ってたらさ、もうどうしようもなくないもんね。まあどっちかって言ったら俺が悪いんじゃない、嫉妬させるような、まあ、ことをしてしまったから。でも俺はあれもうこれぐらいならいいかなっていう線引きを引いてやってるよ正直。謝る前にねもう別れたいって言われたらどうしようもないじゃん、うん。だからもう泣かしたりしたのは本当申し訳ないと思ってるけど、でも本当に俺のこと好きでもう同棲してもいいよっつってさ家も引き払っていいよって言うんだったら、そんなすぐ別れるって言ってほしくなかったな、うん。俺も好きで付き合ってたからさ、好きで、うん、で頑張って稼ごうと思って、うん、自分の大事な髪をねかけて花火いただいてたわけだし、なんかいつもそうじゃん、まあ、俺が悪い部分もあるけど必要以上にもったりしてるコメントにも踊らされてるでしょ。そう変な鳩にもさ、うん、だ信用されてないって辛いよ、信用されてないって、うん。もう電車疲れた、もうタクシーで新宿行こう。お酒飲んでないでしょ、ウーロン茶ずっと飲んでなかった俺、シャンパン口にしてた。いやまあ寒いけど、
せっかくな同棲したかったのにな。いや誤解解くもな、もう向こうが話し合う前に別れるって、別れたいとかって言ってるんだから。で荷物も出したんでしょ。話し合えないじゃん。水夢中されるからもうしょうもないコメントすんなよお前カス。はいブロック。じゃあもういいよ。じゃあ客観的に、じゃあ俺の中ではめちゃくちゃ抑えてたんだけど、どうだった俺が、俺のキャスバーでの行動って。どう、まあ、客観的に教えて。あ、荷物置いてあるわ。まあ結賀のね彼女っていう部分で、ね、あれだったのかなと思ったけど、辛いわ。タクシーを新宿戻ろう。ポスト入れとくわ。ああポストないかな、下のポスト入れとくわ。もう全部出てるわ。もう減らっちゃうわ。どこ？いやまあ、はあ、どうしようかな。まあ新宿にとりあえず行こうかな。もう同じこと繰り返すからもう、もうああいうこと一発やろうかな。もうなんだったら立たないか。どうでもよくなってきたわ。顔出したらごめんねって謝ってる。謝るつか謝ればもうあれなんだから。これポスト入らないけど、どっかで入れるのこれ。いるんだろクレミ、放送してなかったら教えて。これどっから入れるのポスト。いやポストがなんかカード、これどっから入れ口が違うのか、確か外にあるのか。両手に荷物いっぱいあってこんな時間。この話し合いぐらい足してほしかったよ。気分悪い。
まあ鍵ポスト入れた。もう無理だろ、どんだけ振り回すの。もう好きでも無理なんちゃう。こんな終わり方選んだの向こうでしょ。話し合う前にさ、別れようって、別れるって、別れたいって、別れたいって言われてどんだけさ俺が傷つくの。自分なりに一生懸命大切にしてきたつもりだよ。イベントだって、日々の花火だって、くるちゃん、くるちゃんを幸せにしたいから一生懸命稼ぎたいと思って、自分のためにお金なんてその使ってないよ。自分が何か買いたいとか車が欲しいとかそういう道理で頑張ってたわけじゃない。くるちゃんがどっかご飯行きたいっつったら払えるように、どっか旅行行きたいっつったら払ってあげれるように、そのために必死に頑張ってたつもりだけど、最近だったらまあずっと家でゴロゴロしててもダメかなと思って、今日の夕方何言ってた俺、明日からもうサラリーマンみたいに放送頑張って夜帰りたいって、で女の子にベタベタしてないよね俺、何したんだよ、指一本触れてないぞ。しようとなんてしてないだろあんなの。あの唇とんがらかしただけだろうが。お前さ、お前ユイガーのために言っててさ、お前ユイガーの彼女になんで俺がキスするんだよ。するわけねえだろうが。また殴られるじゃんユイガーに。誰のためにお前顔出したんだよ。誰のために4万のシャンパン入れたんだろう。ユイガーのためだろう。何が嬉しくてお前ユイガーのさ女にキスすんだ俺が。するわけねえだろうが。と4万も使っちまったあのハゲに、骸骨ハゲに。いや 何入れてほしいのっつったらこれこれっつうかな。まあケチケチしてもあれかなと思って入れたけど、そういうなんかさ
無駄遣いって思うのかな。でも男だったらそうやって使う時中途半端に5,000円のシャンパン入れるぐらいだったらもう4万入れた方がいいんやって。そういうのを見てる人見てるからさ。大子には俺5,000円のカフェドパリ入れたけど、ゆいがさんって俺より年上で配信歴も長いし、普段さ悪口言ってもそういう時にやっぱりしっかりと立てといたらさ、俺が普段放送してる時に多少悪口言ったって許されるんだって。なんかそういうなんか男のさ部分理解してほしいわ。何がなんか花火よりも出費が多いだよ。な、男の付き合いってあるんだって。お前酒も飲めないの行きたくないよ、つまらん。人の使う金をさ、まして俺配信外でさ使ってたら文句言われるの分かるけどさ、配信に使った金ガタガタ文句言われたくねえわ、真面目に。何？こうやってね期待しちゃう自分もいるしさ、情けねえわ。いや寂しいっつったって、そもそも俺キャスバーにさユイガに頼まれて行くって言ってさ、行ってきていいよってさ、もうその時点でさね、リカピーね、ユイガの彼女がいるなんていうのは想定できたし、今更文句言われてもなんだよ。だったら初めからさ嫌だっていうか自分が一緒に行くかすればいいじゃん。何今更言われなきゃいけないの、おかしくない？なんかいや心配だったらついてきてくれたらいいじゃん。俺が一人で行くって言い出したんじゃないんだからさ、一緒に行こうって言ってるんだからさ、ただ想定内じゃない、だって、リカピーがいることなんて。いや想定できたよね。自分の放送がさねやりたいって言うんだったら誰とも付き合うなよ、公表するなよ。じゃあそれも想定内だろ。配信者と付き合うってことはさ、鳩なんか飛んでくるし、自分の放送ができないっていうのは自分のやり方が間違ってるんだよ。俺なんか自分の放送できてるわ。自分の放送できてるけど、別になんかくるみくるみって別に鳩が別に来ないけど、来たって別に無視するけど、自分の放送できてるけどね。なんで全部俺のせいにされなかん、鳩が飛んでくるのもさ、当たり前のことをさ大げさに言いすぎ。悲劇のヒロイン分なっていちいち服も畳んでくれんでええわ、やってるアピールとかいいから。騙されなくてよかったわ、家も解約しなくてよかったわ。バカみたいにさ投げなしの金集めてさ、車のローンも払ってさ、お互いに負担かからない生活しようと思ってた自分がバカみたいだわ、マジで。今ので男を下げようが別にどうでもいいんだけど、ついてきてくれるやつがついてきてくれたらいいし。マジムカつくわこんな時間に。前の日までさお互い好きって言い合ってたんだけどね。
いや冷静になるも何も、もうお互い連絡しなかったら終わりでしょ。いや普通話し合うけどな。だからもう大して好きじゃなかったんじゃない。放送で別れるって言ってしまうってことは、いや俺が浮気したとかだったら分かるよ。浮気したとかさ、隠れて嘘ついてさ、あのパチンコでさ何十万負けてたとかだったら分かるよ。いろんな鳩があってさ、ね、誤解とかさある中だったらさ普通さ話し合うでしょ冷静に。いやもちろん謝るよ、嫉妬つうか嫌なこと したのは俺だから。別れるとかする、あと死ねとかね。だからスクショって何、キスしてるスクショじゃねえだろ。俺がさ、あの唇をとんがらがしたスクショでしょ。知らねえよそんなの。姫ちゃんズにもしてることなんだから。いやもうさ、こんなんさ本当にさね、もうさ家解約してさ、いやいざ来るってなってさ、俺急にこんなさもう別れるって言われたらさ、いやほんと困るんだわなもん。あぐじぐじ、あいつがぐじぐじした放送してなかったら自分の言い分言ってないから、バカなのお前配信者に。あお前さ好きな女と別れたら何も言うなって、配信成り立たないんだけど、バカなのお前。別にぐじぐじ言ってるわけじゃないじゃん、好きだからやり直したいと別にさね未練がましいことも言ってないじゃん。こんな形で別れてしまうことが残念で仕方ないんだよ俺は。まあいいじゃんもう別れると決めたんだったらさ。ごめんね。え、言い訳ってしてる俺。事実しか述べてないんだけど、バカなお前。ねえ、言い訳っていうのは実際に俺が腕を組んでるね、ソファーに腕を組んでて実は触れてましたと。それに対して俺がさ、あれは違うんだって言ってるなら言い訳になるけど、事実しか述べてないんだけど。何のために帰ってきた、泣きそうだっていう鳩で実際に見た時に元気なさそうだから帰ってきたんだけど、やれることやってないかな。別れる原因、じゃあ過度なさ嫉妬っていうことは考えられないのかな。俺の説明わかんないね。俺がキャスバー行く時点でリカピーと絡むのは想定内だった。実際にキスもしてないし体に